インディアンウェルズゴルフリゾート、ベルソン最終戦に来ております。谷田選手、今日のティータイムは12時半です。ティータイム前の練習風景です。見事昨日5アンダー2位タイスタートとなりました。現在リーダーは、昨日は、7アンダーでしたが、今現在リーダーは8アンダーで、今日もアンダーパーの選手が続出しております。ということで、今大会優勝スコアは20アンダーぐらいになるのではないかと予想されております。今日も谷田選手アンダーパーで回り、上位を維持することができるでしょうか。今回優勝すれば LPGA 来年のカード取得可能性濃厚です。その次の順位としてはポイントランキング35位以内に入れば、USLPGA 旧スクール2次が免除になり、最終からの参加とすることができます。ということで今日は、谷田ゆりか選手、密着18ホールでお楽しみいただければと思います。谷田選手、いよいよ2日目が始まります。ここ1番ホールは通常の1番ホールではなく、インディアンウェルズゴルフリゾートプレイヤーズクラブの9番パー5が、パー4となり1番となっております。パー71です。ゆりか選手のキャディ、今日は岩崎さん、日本から駆けつけております。ボランティアキャディです。奥さんと一緒に2人ではるばるアメリカまで来ております。そろそろスタートのアナウンスが始まります。アメリカにおけるオプソンツアー LPGA ツアーはこのようにボランティアで成り立っています。This is the 12:29 start time, group number 27. First on the tee from Yokohama, Japan, Yurika Taneda. ちょっと右目に出てしまいましたが、大丈夫でしょうか。Next on the tee from Laguna, Philippines. 現在の気温40度。今日は 42.5 度まで上がることになっております。本来はキャディーもある日なんですが、この暑さを考慮して、キャディーはカートに乗っていいことになっています。QT の時は去年谷田選手、私もカートに乗れたんですが、選手はこのように歩かなくてはいけません。谷田選手残り190ヤード、右ラフ、かなりつま先上がりになっています。右バンカーのようです。1番ホールグリーン周りに来ております。谷田選手、
いきなり1番からピンチになっております。サンディ・パーナルが最近バンカーショットには自信を持ってるとのことでした。もしボギースタートになってしまいました。2番ホール正面のバンカー260ヤードで入りますので、タイガー選手は3番手です。フェアウェイ左に問題なくショートです。さあ谷田選手第2打目バウンスバックなるか。ピンに向かって筋っています。ナイスショー。ナイスショットです。バーディーチャンス。バウンスバックなるか。2番ホールのグリーン上に来ております。ウィーガー選手2メートルにつけております。ナイスバーディー。さあバウンスバックなるか。入れ。ああちょっとフックの度合いを読み切れませんでした。左右池、正面に見えるバンカーの左10ヤードぐらいがベストポジションになります。3番ホールです。318ヤードと短くはなっていますが、左右にハザードがあり難しいホールです。真ん中に綺麗に飛んでおります。ナイスショットです。第2打目約140ヤードというところでしょうか。これは筋ってます。ピンに向かってまっすぐ。ナイスショー。さあ大市バーディーパットです。さあ今日2度目のバーディーチャンスです。イーブンに戻せるか。よし、パー3やってまいりました。今日のピンポジはもう真ん中。ピンに向かってフェードで筋っております。ナイスショット。ナイスショットでした。またもやバーディーチャンス。約3メートルの上りのパットになります。これを入れてイーブンに戻すことができるか。
今日はちょっとパットが決まっていません。約60センチほどオーバー。ナイスパー。5番ホール右に見えるバンカーの左エッジ。フェアウェイど真ん中にナイスショットです。398ヤードパー4セカンドショットです。おフェードがかかってナイスショットです。これもバーディーパット。これは近い。これはぜひバーディーを取りたいショットです。ナイスショー。さあ、スコアリングボランティア。こんな風にスコアをつけるボランティアの仕事です。さあ、田村選手。約1メートル50センチ、2メートル弱。イーグルに戻すことができるか、決めますか。入れ入れよ。ナイスバーディー。グッドバーディー。フェアウェイ左ラフまで行ってしまったでしょうか。フェアウェイレイアップしたようです。残り100弱です。ピンの右バーディーには遠いパットの距離が残ってしまいました。谷田選手サードショットは少々上穴なショットでした。100ヤード以内にしては約10メートルのバーディーパットになります。上りのフックライン、上りのきつさは 140% というところでしょうか。タッチはいいようです。入れ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 、惜しい。ナイスタッチ。惜しかったです。この試合前までパッターに苦しんでいましたが、かなりタッチが合ってきているようです。ど真ん中です。ナイスショット。ナイスショット。ありがとうございます。ピンに向かってまっすぐ飛んでいます。距離のみ。ナイスショット。良かったです。ちょっとここからでは見えません。さあ、谷田選手2メートル50センチ、なんとしてもバーディーをここで取りたい。今日はパットがいまいち決まっておりませんが、フックライン、下りのフックライン読み切れるか。曲がれ曲がれ曲がれ、ちょっ
と読み切れなかった。おお、ナイスパー。飛び出そうになりましたが、ちょっとびっくりしました。ナイスパーでした。8番ホール、このホール狙い目は右バンカーの左5ヤードというのです。うん、ナイスショット。言われた通りのナイスショットです。素晴らしい。ナイスショット。セカンドショット、ユリカ選手、115ヤードか20ヤード打ち下ろし、残りは130ヤードというところでしょうか。ショット上です。惜しい。やめてしまいました。入れ。よいしょ。今日のピン位置は池とバンカーとの間に置かれて、かなり難しいピン位置ですが、約3メートル下りのバーディーパットとなります。残念ながら外してしまいました。前半イーブン。このコースはイーブンでは、いいスコアではありません。アンダーパーが続出しております。ちなみに上場咲希選手、昨日は2アンダー、今日は6アンダーでホールアウトしました。